メディアから情報をもらった俺と同じ状況で、しかもそこから亡くなった犠牲者が大勢いることを。そこから自分なりに悪心症について調べてみたけど、変死体事件、これは間違いなく琴花さんの恩人シアーネさんがやったことだ。まあ間違いないね。あとこの封筒はシアーネって人が言ってたようにパンフレットみたいだね。悪心症登場支部の住所から方針とか教えとか大体のことは書いてるよ。とりあえずそこに行ってみようか。え、大丈夫。あとを攻撃してきた人のところにもう一度行くの？来ると分かれば対応できる。それに訪問者が行方不明となれば悪心症の奴らも襲ってこないだろう。表向きはね。まあ、私もいるし、大丈夫かな。よくお越しいただきました。悪魔信仰教団東京支部へようこそ。この人が昨日攻撃してきた。シアーネ。パンフレットをもらったからね。ちゃんと来たよ。そうですか。ならあなたの苦しみ、第52司教アロケルの使者である。シアーネ、ロフコンティがご相談をお受けいたしましょう。お付きの方は別室でよかったのですか？ああ、問題ない。一気に二人揃ってやられたら都合悪いしね。さて、何のことでしょう？ごまかすなよ。俺は最初から、苦しんでる、なんて言ってない。わかってるんだろう。お前の能力で俺が苦しんだってことを。能力、そうですね。私はあなたのような疑心暗鬼にまみれた心を癒す能力があります。苦しいのなら、ぜひ悪魔様の恩恵、体験だけでもしていきませんか？そらすな。お前の精神系能力で死を体感して、そこから常に自分の死のイメージがまとわりついた。サブリを入れようと思ってきたけど、最初の挨拶で繋がったよ。お前は自分の能力で強制的に精神を追い込まれた信者を作り出そうとしていたんだ。精神が追い込まれた人間はお前から渡されたパンフレットを見て、すがるように助けを求めただろうね。それでさっきみたいに声をかけて話を聞いて、自分自身がかけた呪いを自分の手で解除する。そして、これが悪魔様の恩恵、といえば悪魔信者の出来上がり、そういう魂胆だろ。ですがここに来る方は自らの足で来ています。私は何もしていませんよ。実際に私がお声をかけた方の中にはこちらに来ていない方もいます。そうだね。だからお前は自身の能力で選別したんだろう。盲信者、信者の素質がある人間とそうでない人間に。根拠がありませんね。証拠もない。あなたの思い込みでは。思い込みねえ。ならなんで、お前に声かけられた人全員死んでんだよ。生きてる人間もいた。けどそれは全員ここに来て、救われた、と言っていた。なら死んだ人間はここに来なかった人間、お前の選別に選ばれなかった人間なんじゃないか。よくもまあ、昨日の今日でそこまで調べ上げましたね。いつかはバレると思っていましたが、まさか大会前に気づく人がいるとは。油断しましたね。それに私の能力も解除しているようですし。参考までにどうやって調べ上げたのか教えていただいてもいいですか？調べたも何も、全部さっき聞いたことをそのまま参考にして嘘をついただけさ。実際は調べてない？変死体事件とお前の発言の情報を合わせて話しただけ。本人から供述が取れて安心したよ。この会話は地球防衛軍に直接伝わってるだろうね。証拠があれば指名手配の悪心境相手なら討伐許可が下りる。日本は居心地良かったか、大会前に能力を持った信者が欲しかったよな。こいつ。大会前なら東京は世界中から強者、能力者が集まる人材の宝庫だ。お前の目的が、殺害、ではなく、選別、ならこの時期を狙って準備、勧誘しているのにも全て説明がつくんだよ。誰を敵に回したかわかってるか、シアーネ。今はまだ許可が下りてない、だから俺は戦わない。目を使うか、分かっていれば対策はできる。今口止めとして戦うか、こっちは2対1だ。過剰防衛だろうがお前は指名手配、防衛軍にも情報は送った。チェックメイトだ、シアーネ。今度来るときは何倍にして返してやるよ、悪心境。これで異変の抑制はできた。あとは逃げるか、討伐されるか好きな方を選べよ。真実。私の目的は、つくよみ白鵬を殺すこと。だから日本に帰ってきたの。しかもただ殺すだけだとつまらない。だから悪心境の仕事を利用して私欲でもう一つ目的があるの。
私欲、なんだそれは。菊読白鳳の大事な一人娘、菊読琴花の殺害。琴花の殺害だと。しかも大会ギリギリ、あと一歩で助けることができたというタイミングで殺す。それが私の目的であり私の生きる意味。だから昨日は何もしなかったのか。あと一歩のところで娘が殺される。ああ、そんな絶望と怒りに染まった菊読白鳳の顔が見たい。狂ってる。でも私あなたのことも好きになっちゃったからあがいてほしいなぁ。なんだと。今晩、私は菊読琴花を殺害する。あなたが地球防衛軍に連絡したなら白鳳に届くのも時間の問題。なら、私は二人の絶望の顔を堪能できるからね。許可が下りたら今晩遊びにおいで、歓迎してあげる。でも一度入ったらここから出られると思わないことね。今晩は琴花が死ぬか、あなたが死ぬか、楽しみね。あと、来るなら一人、誰にも伝えたらだね。女性からの夜のお誘いに多数で来るほど非常識でもないでしょう。もし破ったら、今琴花が死ぬ。悪心教の不況のおかげで東京に来てすでに200人の信者、それと一緒に東京に来た他の市長、信者がいるからあなたが琴花を助けに行く頃には死んでる上に身も心もボロボロだと思ってくれていいわ。わかった、約束しよう、一人でここに来る。嬉しいわー。ちゃんと今晩、殺されに来てね、最高のおもてなしをしてあげる。くそ、一気に形勢を奪われた。ふふ、本命の菊読白鳳の前に楽しめそうね。あと、本気で行くの？みんなにも伝えずに。当たり前だ、罠だってことくらいわかってる。だがどっちにしろ琴花の命に関係することなんだ。黙ってなんかいられるか。でも。かな、俺は琴花が好きだ。叶うなら俺の専属神としてそばにいてほしい。そう思えるくらいすごくいい子なんだ。知ってる、後の感情や思考で全部伝わってきてたもん。ならわかるだろ、もう俺の中で琴花は、メリア、セッカ、カナ、ハク、ソフィア同様俺が守りたい人なんだよ。だから守る、俺の命を懸けても。それが俺の偽善者としてのポリシーだ。ったく、あの野郎、本当に最高のおもてなしを用意しやがったな。もうここ行けると、今ここでお前は。絶望。安心しろ、今回用事があるのはシアーネだけだ。明日の朝頃には肉体持ちも魂も戻るさ。この剣はそういうものだ。何せ、俺の全知全能支配から生まれた剣だからな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。